駅舎内ホームの様子上門トンネル工事殉職者、追悼費1977年の金貨駅と、周囲約500メートル範囲、右下が、網走方面。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成金貨信号場は、北海道北見知るべしべ町金貨にある、北海道旅客鉄道赤北本線の信号場。 かつては駅であったが、2016年3月26日に旅客営業を廃止し、信号場となった。駅番号は A54 であった。電報略号は金。当初の駅名である本無課は、ルベシベの西の外れで、無課川に合流する支流の名称であり、アイヌ語の本無課に由来する。なお、無課川を表す無課については一説には、表情を越すの意ではないかと、 解釈されているが、詳細な意味は不明である。現在の名称は付近に金郊があることによる、金と無課の顔、花と変えたものによる、二線を有する単線行き違い型信号場である。列車の折り返しが可能であり、列車の折り返し機能がない西辺し部駅を終着と、する列車は一旦東信号場へ改装した後、再度西辺し部駅へ改装して、 同駅始発列車となる。また、校内には他に横取り線が一線あり、工事用車両が留置されることがある。旅客駅当時は短式ホーム2面2線で、ホーム間の線路は両方と接するが、駅舎と反対側のホームの駅舎側は崩されており、乗降は行わなかった。両ホームは校内踏切で連絡していた。北見駅管理の無人駅であり、トイレはなかった。 先日の西ルベシベ駅終着、始発列車は、東信号場が旅客駅だった頃は東駅を終着、始発駅としていた。ありがとうございます。